誌紹介ムービー始まります。イエーイ。まずは自己紹介からいきます。じゃあかなみちゃんから。はい、辻野かなみです。高校1年生の16歳です。趣味は空とか見ることで、特技は機械体操です。パチ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 。青山愛です。中学2年生の14歳です。趣味は犬と遊ぶことで、特技は柔軟です。よろしくお願いします。かわいい。犬と遊ぶの？うん、遊ぶ。どうやって遊ぶの？なんかおもちゃ持ってくれたら、その中におやつ入れてあげて、それで遊んでる。かわいい。はい、次キコちゃん。はい、桜のキコです。小学6年生の12歳です。趣味は犬と遊ぶことで、特技はスポーツ系で、特に走ることが得意です。犬飼ってるの？知りません。あ、じゃあ私も犬と遊ぶことです。私が飼ってる犬はトイプードルのクマという名前です。はい、何の？ゴールデンレトリバーのロンちゃんです。ミニチュアダックスフレンドのチョコちゃんとラブラドールレトリバー飼ってたんですけど、今天国にいます。あー、かわいい。今度ブログとかにあげて、見たい。あ、あげてください。次いきます。はい、どう、最近ハマっていることです。じゃあかなみちゃんから。はい、最近ハマっていることは、ですね、私はですね、最近ハマっているのは一人で映画を見に行ったり、一人でカラオケに行くことにハマってるんですよ。で、この間も一人で映画見に行ったり、カラオケに行ってきました。ちゃんと歌ってますよ、カラオケ行って。私一人で。はい、はい、次。あいつとハマってることは、カメラアプリでなんかいろんな種類のなんか耳とかつくやつを撮って遊ぶことです。ね、かわいいよね、あれ。あれみんなやってるよね。やってる。はい、じゃあキコちゃん。最近ハマっていることは、犬が餌を食べているときや寝ているときの顔を見ることです。寝ているときはいびきをかいていて、すごく面白いです。ね、かわいいよね。レッスン場、稽古場の雰囲気です。じゃあかなみちゃん。はい、レッスン場、本当小学生の4年生から高校2年生までいるんですが、全然なんかみんな同い年な感じの雰囲気で、みんな本当仲良くて、稽古場が本当に楽しいです。楽しいよね。ね。明るくて、みんな元気で、すごい楽しいです。明るくて、先輩の人たちも話しかけてくれるし、お昼だとみんなで家になって一緒にワイワイお昼を食べたりして、とても楽しいです。じゃあ次、最近の糸おかしの出来事。糸おかしの出来事、これちゃんと皆さんよく聞いてくださいね。私この間ちょっと風邪気味かなと思って病院に行ったんですよ。それで一応検査してもらったんですよ。で、お医者さんが検査し終わって戻ってきたんですよ、私のところに。で、なんかお医者さんが、なんでだろうなみたいな感じの顔して、なんかこれ普通小学生じゃなくて幼稚園生がなる病気なんだけどなって言われたんですよ、私。あの幼稚園生にしかうつらない病気が私にうつっちゃったんですよ。なるほど。ね、だから自分の体の中身がとても興味深いです。ね、はい、次は、この間初めて初雪が見れたことです。なんか庭になんかキラキラ降ってて、すごく綺麗で、いとこしだなと思いました。ね、初雪だったよ ね。遊んだ、きこちゃん。うん、雪だるまとか雪合戦とか、いいの。
学校行った？学校で？学校とかでも遊んだ。いいな。遊んだ？遊んでない。家にあのね、私ね、学校行こうとしたのね。あれ、あの電車乗って行くんだけど、高校だから、あの行こうと思ったんだけどね、電車止まっててね、家戻ったので、ね、一人でね、家で過ごしてた。前のところは積もらなくて、ね、すぐ降り終わっちゃったから遊べなかった。そうだったの。また降るといいね。降りたい。楽しいね。次、質問コーナーです。あ、間違えた。以上、辻のかなみでした。そうや、まいでした。桜のきこでした。